日本兵庫県伊丹市五ヶ塚五眼塚は、兵庫県伊丹市の地名。現行行政地名は、五ヶ塚一丁目から五ヶ塚八丁目まで。2011年10月1日の伊丹市による、推計人口は4101人。郵便番号664-0855。伊丹市南部に位置する。北を、鈴原町、北東梅の木、東を、平松、南東南町。 南を、稲野町、南西でわずかに、安藤寺町、西を、南の北西を、南鈴原と接している。五月花古墳は出土品より五世紀頃に築かれたと推定され、もともとは周囲に万塚、花、掛月塚温月花が築かれていたことから、本体の古墳と合わせて五月花と呼ばれ、これが点火して五月花になったとされている。 また、南方80メートルにはかつて、柏木古墳と呼ばれる円墳もあり、現在の甘崎市塚口あたりまで古墳が点在していたという。江戸時代までは、摂津国川辺郡五月塚村であったが、1889年の町村制施行に伴い稲の村の大技五月塚となった。1940年の伊丹市成立後は、人口の増加に伴い順次、 障子が町町として独立しており1955年に、鈴原町、1957年に、稲野町と若菱町、1974年に、梅の木、1975年に、南町がそれぞれ成立した。現在の町町としての五眼塚一から八丁目が成立したのは1974年である。町名は四丁目にある五月塚古墳に由来する。 アタゴ社五願塚には、道かな町、北町、東町、西町、南町、辰美町の6つの休寺がある。アタゴ社は、辰美町と東町で一つ、その他は、それぞれで祀ったので、5箇所にある。アタゴ最新時は8月23、24日に行われる。この日は、一般では、地蔵盆として、子供を中心に祀るが、日伏せの神を祀るため、市は、 大人のみで行う。名護市祭り7月23日に、さのお神社で開催される名護市祭り。境内で奉納名護市踊りが催される。また、巫女が神前に置かれた三つの大釜で沸かした湯を笹の枝葉を用いて参拝者に向けて巻き、里内の安全や無病息災を祈願する湯立て神楽も行われる。 山陽新幹線の効果が町内の南北を分断するように走っている。また、町内に駅は存在しないが、阪急伊丹線が平松、南町との境界沿いに走っており、新伊丹駅、稲野駅が徒歩圏内で利用可能。伊丹市バスは以下の3停留所を町内に設置している。ありがとうございます。